え、こんなにすごかったっけ？元妻は驚いたようにそうつぶやいた。うん、最近触ってなかったから。俺がそう言うと元妻は、はあ、とため息をついて明るく笑ってくれた。仕方ない。このままじゃ眠れないし、早くしようよ。僕はその言葉にうなずいた。一通り終わった後は、元妻と久しぶりに一夜を共にした。そして次の日、俺は元妻と一緒にある人物に会ったのだ。それは僕にとってとても大切な人だった。その人のことを話す前に、まずは僕と元妻のことを話していきたいと思う。僕には大学で知り合った親友がいた。同じ学部で話も合う彼、米田翔太は大学生活の間、一緒にいることが多かった。大学2年生の時に彼から幼馴染だという女性を紹介された。それが看護学校に通っている白田めぐみだ。めぐみと僕は映画好きという共通の趣味で話が盛り上がり、すぐに意気投合した。翔がめぐみのことをただの幼馴染と思っていないことは分かっていた。でも僕もめぐみと一緒にいることが心地よくて、身を引くことができなかった。そうしていつしか僕とめぐみは交際をスタートさせたのだ。僕はめぐみが僕に恋愛感情を向けてくれたことが嬉しかった。翔は僕に何も言わなかったが、内心僕を恨んでいただろう。僕とめぐみが付き合い出してから翔は落ち込むことが増え、大学も休みがちになった。めぐみは翔のことをただの幼馴染だと思っていたようで、翔が大学を休んでいるのはただの体調不良だと思っているようだった。僕は自分が翔の恋心を知っていながら、めぐみと付き合い始めたことを後ろめたく思いながらも、順調に交際し、一流企業にも就職を決めた。しかし逆に翔は大学に少しずつ来なくなり、就職活動もうまくいっていないようだった。そして大学を中退してしまい、行方をくらましてしまった。実家にも何も言ってなかったらしくて、めぐみも翔とは連絡が取れなくなった。僕はめぐみとの恋愛を続けて、25歳の時に周りから祝福されて結婚。でもたった5年で離婚した。理由は僕が仕事にのめり込みすぎて家庭を大事にできなかったというよく聞くような話。親友を亡くしてまで大事に育てた恋心、それなのにたった5年しか結婚生活を続けられなかったことを僕はひどく後悔した。そしてそんな後悔を抱えていたからなのかはわからないが、離婚してからの僕は生きる活力を少しずつなくしていった。離婚から5年が経った頃、元妻と初デートで見た映画が再上映されることを知った。僕はこれを会社帰りに見に行くことにしたのだ。行く日は僕が退職する日だ。結局、離婚してから僕の仕事へのモチベーションは下がり続けて、最近では落ち込みやすく、欠勤することが増えていった。会社からも、このままでは仕事を続けることが難しいのではと言われた。だからそのタイミングで退職を決意した。次の仕事は決まっていない。これから何の仕事をするのか、自分が再び情熱を持って仕事に取り組める日が来るのか、不安を抱えたまま僕は退職した。映画館には少しだけ遅れて入った。真っ暗な映画館の席に座って映画を見始めると、元妻との思い出が昨日のことのように思い出された。でももう隣に元妻はいない。そのことがひどく悲しかった。映画が終わり、映画館内が明るくなった。僕が席を立ち上がろうとすると、僕が座っていた列の反対側に座っている一人の女性が目についた。細めのワンピースに身を包んだ小柄な女性。座っている姿勢がとても綺麗だ。見間違うはずがなかった。元妻の白田めぐみだった。僕が思わず、あ、と声を出すと、彼女が僕の方を見た。彼女は驚いたように目を見開いた後、にっこり笑って。あなたもこの映画また見に来たのね。この後時間ある？ご飯でもどう？と聞いてきた。それは離婚したことも、5年間会っていないことも感じさせないような明るい声だった。まるで交際していた頃に戻ったような気軽さに、僕は思わずうなずいていた。こうして僕たちは映画の後、連れ立って食事に行くことにしたのだ。場所は2人で行ったこともある居酒屋にした。
一人で飲みに行くことはなかったから、その店に行くのも5年ぶりのことだった。向かい合ってよく見ると、めぐみはあの頃と変わらず、綺麗なままだった。反対に僕は、散髪も長いこと言っていないし、スーツもヨレヨレ。なんだか恥ずかしくなってしまった。でも、めぐみからみなりのことを指摘されることはなかった。そこにまた、変わらないめぐみの優しさを感じてしまったのだ。めぐみは結婚していた頃と変わらず、看護師を続けているらしい。生き生きと看護師を続けるめぐみを前にしたら、離婚してからやる気をなくし、今日退職してきたのだ、ということは言い出せなかった。しかし、趣味の映画のことや、めぐみの今の生活のことなので、話は盛り上がり、ついには終電を逃してしまった。ついつい楽しくて話しすぎちゃった。泊まるところを探さなくっちゃ。泊まっていく？うち近いよ。という言葉が口から出てしまっていた。断られるかもな、と少しドキドキしながら、めぐみからの返事を待った。しかし、めぐみからの返事は、想像とは違ったのだ。あら、いいの？そうさせてもらおうかな。え、本当に？俺は驚きで、声が大きくなった。それを見て笑いながら、あなたから泊まるって言ってきたんじゃない。一緒に暮らしてたんだから。今更気を使うこともないし、いいでしょ？と言った。僕は、めぐみにとって自分はもう、恋愛対象ではないことを寂しく感じつつ、まだめぐみが一緒にいてくれることが嬉しかった。しかし、僕は忘れていたのだ。僕の部屋が超絶汚いこと。リビングに入ってすぐにめぐみは悲鳴のような声を上げた。え？こんなにすごかったっけ？うん、最近は家事をする気も起きなくて、掃除しなきゃと思いつつ全く触ってなかったから。めぐみは黙って聞いてくれた。僕は話すなら今しかないと思い、居酒屋で言えなかったことも話した。僕、今無職なんだ。実は仕事もモチベーションが保てなくて退職しちゃって。5年前の家庭を顧みないほどの仕事人間であるあなたからは想像できないね。うん。確かにそうだ。仕事をしすぎて僕とめぐみは話さなくなり、少しずつすれ違っていった。そうして別れたのに、別れてから疲れて仕事を辞めてしまうなんて。それからめぐみはキッチンの机の上に置いていた大量のカップ麺を手にした。しかもあなた、仕事は体が資本とか言っていたのに、カップ麺ばかり食べているの。だから顔色が悪いのね。これには何も反論できなかった。離婚してからの僕の食生活はガタガタになってしまったから。黙り込んだ僕は、めぐみは優しく見つめてきた。とりあえず掃除しようよ。こんなところじゃよく眠れないでしょ。さすがに、掃除を手伝わせるのは悪い気がしてしまう。いや、でも。いいから、ほらするよ。うん。僕はめぐみに促されるまま、一緒に掃除を始めた。ある程度片付くと、僕とめぐみは二人でベッドに横になった。自分は床で寝るから、と言ったのだが。ダメよ。夜中で掃除機かけられなかったし、そもそも疲れ取れないじゃない。明日はお互い休日でしょ？しっかり疲れを取らないと。と言われてしまったのだ。いいから寝よ。大丈夫。何かしてきたら、ベッドから蹴り落とすからね。とりあえず疲れているときは、深く考えずに寝ちゃいなさい。そう言って、めぐみは手のひらを僕の目元に当てた。優しいめぐみの声と温かい手のひらの温度を感じ、僕はそのまままぶたを閉じた。こうして僕たちは、一夜を共にしたのだ。次の日、僕は朝起きると、めぐみに朝ごはんを作ってもらい、服のコーディネートをされた。そして身支度が整うと、いきなり、会わせたい人いるの。11時に約束できたから、今から待ち合わせ場所に行くわよ。と言われたのだ。それから僕はよくわからないまま、めぐみについていき、喫茶店の椅子に座っていた。めぐみは今、近くで迷っているらしい待ち人を迎えに、一旦出て行った。一体僕に会わせたい人というのは誰なんだろうか。そう考えるのと同時に、僕は頭の片隅で自分のこれからの生活を考えていた。30代半ばにして無職。転職のあてはないし、そもそもこんな落ち込みやすい精神状態でまともに働けるんだろうか。不安で押しつぶされそうになった時、喫茶店のドアが開いた。
めぐみと一緒にいる男性を見て、僕は息が止まるような感覚を覚えた。会ったのは大学以来だが、見間違うはずがない。翔だ。大学を中退して以来、音信不通になっていた親友、米田翔だったのだ。ただ少し、変わったところはあった。翔は少し、いやだいぶ、ぽっちゃりしていた。久しぶりだな、ゆうた。僕を呼ぶその声は、張りがあり、今どれだけ充実した毎日を送れているのか、察することができた。翔とめぐみが連絡を取り合っていたなんて、知らなかった。彼は今、理学療法士をしているらしい。最近になって、めぐみの病院に、翔が理学療法士としてやってきて、再会したらしい。翔はニコニコ笑顔で、僕にいつ以来だとか、元気かとか聞いてくる。大学時代、僕は翔がめぐみのことを好きなのを知っていた。それにもかかわらず、僕はめぐみと交際したんだ。僕のやったことは、ひどく翔を傷つけたに違いない。それなのに、久々に会った翔は、フレンドリーに僕に話しかけてくる。僕は思っていることを聞いてみることにした。翔、僕ひどいことをしただろう。怒ってないのか。僕の言葉に、翔とめぐみは顔を見合わせて、呆れたように笑っていた。めぐみも驚かないところを見ると、再会してから僕が翔の恋心を知っていながら、めぐみと交際したことを聞いたのかもしれない。翔から帰ってきたのは怒りではなく、笑い声だった。やっぱり、まだそんなこと気にしてたのか。お前真面目だよな。昔からもう何年前の話だと思ってるんだよ。とっくに時効だろ。それに俺とめぐみは付き合ってたわけじゃない。お前はただ恋愛してただけなんだから、後ろめたく思う必要はないんだよ。その言葉に、めぐみもそうそうと頷いた。翔は大学中退後は、しばらく心療内科に通い、学校に行き直したそうだ。それで今は、理学療法士になっていたんだな。翔は明るい声で、音信不通になった後のことを話してくれた。俺さ、失恋のショックですごく落ち込んじゃって、若かったんだよな。就活がうまくいかないことも重なって、体調を崩すことも増えて。だから大学は辞めた。でもさ、いいこともあったんだぜ。いいこと？そう。ほら、これ。俺の奥さんと、愛する可愛い双子。そう言って、翔はスマホで家族写真を見せてくれた。いつの間にか結婚して、双子まで授かっていたらしい。奥さんとの出会いは、実は通っていた心療内科なんだよ。奥さんが、病院の受付事務やってたんだ。落ち込んで大学辞めて、病院にまで通ったけど、そのおかげで、奥さんと出会えたんだ。案外ラッキーだったかもって思ってるんだよな。翔の明るい笑顔に、僕の後悔は薄れた。翔とめぐみは、そんな僕を見て、少し安心しているようだった。心配してくれていたのだろう。詳しいことはわからないけどさ、お前今、すごい疲れた顔してるよ。でも大丈夫。人間少し休んだら、またスタートできるさ。元気になったら、またやりたいことや仕事始めればいい。翔は僕を元気づけてくれている。めぐみは僕を心配して、ずっと会っていなかった親友に会わせてくれた。僕がかつて傷つけてしまった二人が、僕を助けようとしてくれている事実に、僕は胸がいっぱいになった。それからは翔の奥さんと双子の自慢話を永遠と聞いた。ちなみに奥さんは料理上手らしく、翔がぽっちゃりしていたのは幸せ太りらしい。僕は聞きながら、これからこの二人に恩返しできるよう、まずは自分の生活をしっかり整えていくことを心に決めたんだ。あれから僕は小さな会社に再就職した。給料は前の会社よりも低いが、残業も厳しいノルマもなく、会社全体がのんびりしていて働きやすい。僕の体調もすこぶるいい。翔やめぐみとは時々会っている。今度は翔の家族と一緒にみんなでキャンプに行く予定だ。そしてそこで僕はめぐみに告白しようと思っている。めぐみとの映画館での再会はただの再会とは思えなかった。どうしても運命的なものを感じてしまうのだ。家庭を顧みなかった頃の反省を忘れたわけじゃない。でももう一度だけチャンスが欲しいんだ。まずはまた恋人関係から始めたい。そのための告白の作戦を翔と計画している最中だ。また、翔やめぐみと一緒にいられる。今はとても幸せだ。告白がうまくいってもいかなくても、この二人をこれからも
大事にしていこうと思っている。いかがでしたでしょうか。チャンネル登録をしていただくことで制作の励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。